本日は2021年3月の23日ですね。この間ね、やっと大阪府の方から、来ました。10年前の医療は現在の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する学問であり、実学です。大阪府から来た選挙で、文書ではですね、この新型コロナ、進めておりますと、書いてるんですけども、メールアドレスに、名簿の送信をいただきたく思います。ご提出がまだです、というようなね、感じで来ましたんで、いや、提出してるはずやのに、と思って、今、問い合わせしてます。多分、1月の18日ぐらいには提出してあるんで、もうちょっとしたら、名簿がきちっと送られてくるとは思うんですけど、何かまあ、いろんなところにね、名簿が出回ってないか、それが心配です。それではですね、婦人科の方ですけども、今日はアーカイブということで、婦人科のアーカイブ、下平式高周波凝固法は保険適用ということです。高周波による治療であれば、退院でも同様の効果的な結果が得られるのでしょうか。ホームページで下平式高周波凝固法というのを見つけたのですが、そこは専門的な技術なのか、保険適用外となっています。下平式と基因の方法では特別な違いはありますが、それによって検討したいと思いますと、いうことですけれども、基本的には子宮頸管の膣部の焼灼という保険点数がありますので、それの保険点数で、取れば、ね、保険適用にはなると思います。しかし、まあ、下平式っていうのは焼灼にしても、かなりの到達深度や、かなりの技術が必要なんですね。到達深度、それから焼却部の解剖、高周波に対する、ね、科学的な知識、などが、ね、必要になってきて、まあ、それはそんなに、ね、危険な、ね、その知識があれば危険な治療法ではないんやけども、まあ、かなりそういう技術の習得ということで、もう保険ね、適用金額で安すぎるということで自費で取ってる先生もいらっしゃるかもわかりません。で、それはその先生の考え方なので、一応ね、保険適用か自費かは聞かれてされたらいいと思います。うちは一応、下平式は保険適用となってますんで、また考えて、来てください。それでは次回また手品します。